これは撮影とは関係のない日常の一部。さて、今日はみんな用事があって暇だし、最近始めたバンドリでもやろうかな。僕はデレッセをよくやってたんだけど、バンドリもいい曲があってなかなかハマるんだよね。今回こそ、バンドリの対バンで1位を取りたい。ちなみに対バンっていうのは他のプレイヤーとスコアを競うモードだよ。僕は2位、3位はよくあっても1位にはなったことがまだない。だからこそ、今日こそは、絶対に1位を取ってやる。1位を取らないで今日のバンドリがやめれますかね、メリアさん。ほんとご主人のベッドってよく跳ねますね。それで、何か言いましたか、ご主人。今日はラフな感じで2人で実況しようね。本当ですか？いいですね。一緒にゲームしましょう。よし、それじゃあゲームスタートだよ。よし、早速対バンでスコアバトルしていくよ。最近ずっとこのゲームしていましたよね、ご主人。うん、このゲームってみんなの知っている曲をカバーしてるし、オリジナルもいい曲ばかりだからやってて飽きないんだよ。へえ、私は最近の曲はよくわからないのでちょっと新鮮な感じがして楽しみです。僕はプレイヤー1だね。とりあえずここからは邪魔になるからこの状態でやるよ。最初は何にしようかな。できる限り自分が点数取れそうな曲がいいよね。ですが、曲は新鮮なんですよね。そうだけど、やっぱり可能性にかけたいじゃん。まさかの僕以外曲を選んでない。やったじゃないですか。いきなり希望通りの曲ができますよ。実は思いつかなかったから適当に選んだんだよね。とりあえずハードでやってみようか。ご主人ってレベルはいくらまでできるんですか？今のところ24が限界かな。さて、始まったから集中するぞ。ご主人、目立ち走ってますよ。うわぁ、早速ミスったー。この数字が上がってきてますよ。よしよし、最初つまずいちゃったけど、なんとかなったよ。僕の手動作がこもります。すいません、悪気はないんです。頑張ってるからこうなっちゃうんです。今のご主人はこんな感じなんです。そんなに激しく振ってないよ。どうしても最初は右の滑りが悪いんだよね。滑りって結構大事なんですか？少し右が後で滑りやすくなってる方が調子がいいんだよ。他の人はどうか知らないけどね。今度までならすぐに行けますね。他の対戦相手はほとんどミスしてるね。この紫さんはすごく今度が続いてますよ。スコアを見ても紫さんの方が色の幅が広そうだね。ご主人、アウトです。やりましたよ、20今度ですよ。この緑さんもほとんど一緒くらいで、紫さんは、フルコンボしちゃうんじゃないかな。よし、最後までこのコンボを続けるぞ。いやぁ、最後にミスしまったが。あれ、ご主人さんの喋り方でしたっけ？これは3位くらいかな。よく見たら青さんのスコアも高そうですよ。最高ランクでレベルマックスのメンバーがいれば、結構簡単にスコアを取れちゃうんだよ。つまり、課金は最強ってことですね。いや、世の中には課金をしても全然当たらない人がいるんだ。そう、僕みたいにね。なんだか悲しいですね。あ、2位でしたよ、ご主人。ダメだ、僕は1位を取りたいんだ。ということで第2ラウンド行くよ。今回はちゃんと曲を選ばないとだね。あれ、さっきからカバー曲しかないぞ。ご主人、左下のカテゴリーを変更したらいいんじゃないですか。気づかなかったよ、さすがメリア。へへー、ありがとうございます。今回もぜひ僕の選んだ曲が当たればいいな。でもこの曲は僕すごく好きだから、よかったよ。難易度はハードですか？バッ
て、レベル24が限界なのに27なんて絶対に手が出せないよ。あーこの曲聴いてるとノーゲームノーライフが見たくなったよ。そういえばご主人は劇場版は見に行ったんですか？気づいた頃には上映が終わっていました。よし、2回目になると僕の手当てがちょうどいい感じになってるぞ。あー、まあ確かに最初の曲に比べて息がないですね。でもまだ最初、気は緩めないよ。今のところのお店は赤さんとご主人ですね。つまり、このままコンボをつなげてフルコンボをすればいいんだ。あれ、よく見たらオレンジさんのコンボの数が多いですね。まさか、レベル27に挑戦してるのか。きっとオレンジさんのテクニックは凄まじいんだろうね。なんていうんだろう、右の動きが早すぎて右が10本に見える。とか、またまた下の右は10本ですよ、ご主人。よしよし、今のところ順調だね。今のところ赤さんとオレンジさんの脳内ですよ。青さんと紫さん、今回の勝負はもらいましたよ。あとは赤さんとオレンジさんが息を繋いされる、バンドメンバーで勝負が消えちゃいますね。それより、この段階でオレンジさんはまだ脳内。一体どんな右さばきをしてるんだろう。赤さんもなかなか見つけませんね。ここは我慢比べだね。ご主人、オレンジさんと500コンボを超えましたよ。僕にはたどり着けない領域の人が気にするな。それじゃ追いついてませんよ。あ、赤さんが息をしました。この場面比べは僕の方が上だったみたいだね。どうしましょう、オレンジさんが未だに脳内です。また2位かな。あ、最高です。あー、ここまで来て1位しちゃった。オレンジさんはまだ脳内です。2回連続にありがとうございます。もう諦めないぞ。はは、最後ゴロゴロだ。次がありますよ。2位なのは間違いないから次頑張ろうか。待ってください、1位ですよ、ご主人。あ、飛ばしちゃったけどちゃんと見たよ。バンドメンバーで勝ったって感じだね。あれ、嬉しくないんですか？バンドメンバーでは勝ったけど、事実ではオレンジさんにボロ負けだもん。素直に喜べないよ。では次は事実で、格上のプレイヤーを倒しましょう。そうだね、それじゃあ今回のノルマは一応クリアしたから、次の課題に向けて猛特訓だ。次こそは実力で1位を取ってやるからな。やっぱりスマホ振ってるじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくとよりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。